はい。それではですね、時間す、あの、えっと、予定の時間をちょっと過ぎましたので、今日の、今日は6月7日ですね。6月7日、月曜日の応用数学 A の授業を始めたいと思います。はい。今日はですね、教科書の、60ページから68ページまで。ですから、第2章今日で終わらせます。はい。ということです。で、まず第一に、極限から話をしていきます。極限、複素数の意味での極限です。複素数の意味での極限です。ちょっと上にしますかね、こうね。はい。で、少し近づけますかね。えい。こんなもんですかね。はい。それで、複素数の意味での極限です。はい。これなんですが、基本的には、これが A になるということはどういうことかというと、これがゼロということです。で、もう一つは、ここに書いてある Z が C に近づく複素数の意味でですね。これはどういうことかっていうと、とマイナス C、 この距離をゼロに近づけるってことです。はい。で、近づけるという言葉を使うと、近づけるという言葉を使うと、人間はわかるんです。人間はわかるんです。ところが、機械はわかりません。機械はバカだからわかりません。マシンはバカだからわかりません。計算機は、バカだからわかりません。有名なですね、35年前にですね、東北大のこの電気情報物理工学科で、教授をされていて、それで授業でですね、有名なんですよ。電気はバカだからっていう有名なですね、名講義があって、佐藤利三郎先生っていうですね、通信工学の方でいろんな、そちらの方で非常に有名な先生おられて、はい。年代的には西澤純一先生より一世代上の世代です、確か。いうような、大変有名な先生がいて、で、電気はバカだからっていう名文句なんですよ。どういうことかというと、電気っていうのは基本的に回路、具体的に当時回路なんですけど、回路っていうのは何でもとにかく一つずつ教えてやんないと何もできない。人間が教えてやんないと何もできないというような意味で使われたんです。はい。で、電気はバカだからっていう、そういう有名な名文句がある。で、それでですね、この場合も、これ、ただこのは、これ、この式だけ書いたのでは、やっぱり計算機はバカだからわかんないんです。で、計算機にわかる言葉っていうのがあるんです。で、皆さんは、例えば、今、プログラミング演習でどこまでやってるかわかりませんが、うちの私の研究室の、田中研究室の助教の奥山先生が、多分どっちかのクラスの、月曜の午後の方のクラスのプログラミング演習やってると思います。で、彼に聞けばわかるんですが、はい。とにかく、ニュートン・ラプソンとか、ああいうですね、繰り返、はん、何度も何度も繰り返すことによって、方程式の、解の精度を高めていくような、そういうようなケース、プログラミングの仕方っていうのがあるんですね。反復計算っていうような言い方なんですが。はい。で、あれを、ぐるぐる回すときに、どのくらい回したら、誤差が少なくなるだろうというような、皆さん多分誤差をですね、イプシロンとして多分勝手に設定してるんです。そして、そのイプシロンよりも誤差が小さくなったら、反復をやめましょうと。
いう、そういうような、ことをやってるはずなんです。その反復回数がデルタイプシロンなんです。というふうに思いながら聞いていただくと、これは2のイプシロン正に対して、この A をひっくり返した形っていうのは4オールのイラフなんです。4オールポジティブイプシロン正ってことなんです。に対して、で、今度は、E をひっくり返した記号をつけて、デルタイプシロン正というふうに書いて、はい。で、この E をひっくり返した記号は exist の略なんです。存在する。exist の略なんです。はい。で、それに対して、Z-C が、デルタイプシロンより小さかったら、そうすると、FZ-A が、イプシロンより小さいと。逆に言うと、Z-A がイプシロンより小さくなるときには、Z-C の絶対値をどのくらいまで小さくしたらいいかっていうのがデルタイプシロンなんです。はい。というようなお話です。で、これですが、このままだと、で、皆さんは多分解析学の A で、で、例として、例えば、これをイプシロンデルタ論法で示す。で、イプシロンデルタ論法っていうのは、これは解析A で皆さんですね、最初に出てきて、それを使ってガシガシと証明を、やってくださった数学の先生、ピュアマスの先生がいる、たくさんいると思うんですが、はい。で、大体イプシロンデルタ論法と、あとですね、近傍っていうのをですね、教わると、あのあたり、近傍の定義あたりで、大体ですね、へこたれるんですね。その前にまず、誘拐とですね、上限と下限の定義で、サップって出てきて、なんじゃこれってなるんですね。はい。で、そのあたりで、まず、これ、Z-C の絶対値が0になるっていうのは、要するに、その点の、C という点の、のところに、なんていうか、近傍を設けてって、その近傍をぐーっと狭めていくっていうような感覚なんです。で、ただ、それと同時に極限に関しては、このデルタイプシロン論法が今、人類が持っている唯一計算機に分からせるための言語なんです。ね。そう言っても過言ではないんです。数学で、要するに数学の様々な操作を、ね。数学の様々な操作を、計算機に、分からせるための人類が持っている唯一の言語だと思っても、過言ではないです。はい。で、これどういうふうにするかっていうと、示し方は、最初に逆に行くんです。こっちを先に書くんですよ。はい。こうなるにはってなって、そして、これ、この不等式は 3×Z-1/1。こうなるから、すなわち、Z-1 の絶対値が3分のイプシロンになるね。ね。で、これで何が分かったかっていうと、これで、ここ。これが、デルタイプシロンが見つかる。OK ということになるんです。はい。これがデルタイプシロン論法なんです。はい。というわけです。で、まあ、一応、これが一つの例です。ですから、証明やる前に、こういうふうな例を一つ考えてみたいです。数列の収束を考えるときのデルタイプシロン論法も似たようなもんです。はい。というようなことで、これで、とにかく、極限というのをまず定義します。で、極限が定義できると、次何やるかっていうと、連続ね。これ、こっちはリミットだよね。で、連続。
数学の用語からね、大体はこういうふうに数学の用語から英語で何て言うんだろうなっていうのを時々考えていくと、だんだんとそれをつなげて数学の答案がだんだんと英語で書けるようになってきます。はい。数学でね、覚えておいた方がいいのは、数学では we of take とね、あと we substitute、代入するっていうのと we of take とね、あと、なんだ、そんなもんかな。うん。By substituting this equation to the equation 3とかってね。この式を3式、3番目の式に代入することによって substitute ね。とか we obtain。このあたりをつなげていくと、だいたい、あとはね、この次のことが成り立つは it is valid です。そのくらいを覚えるときは、だいたいね、数学のともね、英語で書くのはね、そんなに大変ではありません。はい。余計なこと言ってると時間がなくなるので、はい。それであとは、z を c にしたときの fz が、f カッコ c に等しい。このときに、z イコール c で、fz は連続であると。いうふうに。で、連続を定義した上で次にやるのは、微分なんですね。はい。で、今ですね、ちょっと教科書でどの辺を、話しているかということをちょっと確認しますと、60ページから61ページの間です。はい。で、それで、微分はどうやって定義するかっていうと、よっこいしょと。微分は、ディファレンシエイトですね。で、それで、同関数っていうのを計算するわけ。これ同関数を求めるということですね。で、各点ごとに言うと微係数っていうわけですけども、同関数ですね。で、これは f'z って書くこともあるし、あるいは df/dz って書くこともありますし、僕はよく使うのはこれですね。で、これの定義は、これですね。ということになるわけです。で、こいつは、普通の、今までの右極限、左極限だけではなくて、複素数の意味での極限です。ということです。で、こいつはどうやって示すかっていうと、ということになります。何かある関数が、こう書いちゃいけ、正確に言うと、f'z が何かターゲットになれる。多分これの同関数はこれになるよなっていうふうに思ったときに、これを、示せばいいです。はい。
で、具体的な例で言うと、具体的な例で言うと、あ、その前に一言、もう一言大事なこと言っていきましょう。そしてその上で、ここに書いてある生息。はい。これどういうことかっていうと、これは、領域 D で、これ領域 D っていう以上はこれ境界は含まずですから、そこを注意してください。で、ということです。はい。領域 D の任意の点 Z でこの等間数が存在、つまり有限確定すれば、FZ は D で正則であると言います。はい。というような言い方をします。で、実は、で、等間数が存在するときに微分可能であるっていう言い方もするんですね。で、するのですが、はい。それでもう一つ、特異点。この時、特異点と言います。正則でない点のことを特異点と言います。はい。というようなことで、特異点と、それから正則と、それから、まあ、という言葉がこれで、定義できるわけです。で、あとは、二回微分。これは一回微分したものをもう一回微分すればいいということで、これで出てくるわけです。二回同関数。で、N 回同関数も同じです。はい。というお話になります。
ということになります。はい、それでその上で教科書の中で定理2.4 正則なら連続これ OK です。多分高校の数3の関数と極限のあたりで関数と極限やって微分の基礎やるあたりで数3で一回教わって来てると思いますが、これ複素関数でも同じです。それから教科書の定理の 2.5 はいですね、微分のいろんな公式、足し算の微分とか2つの関数の足し算引き算の微分とか掛け算の微分とか割り算の微分に対する初公式、これも複素関数でも成り立ちます。はい、それから定理 3.5 2.5 です。合成関数の微分、これも OK です。これも OK です。そしてあとは至るの定理、これも OK です。で教科書の 2.6 のところはちょっと簡単な、証明も教科書に書いておきました。それから式 2.102 から106これ何かっていうと初等関数の微分です。指数関数、三角関数、双曲線関数、こういうのの微分。これも OK です。で全部 OK です。はい。よっこいしょと。みんな OK です。はい。で、それで、あとは、実際にこの微分で、例えば、そして、これを示すということを考えてみたいと思います。はい。z の2乗の微分をすると 2z になりますよ。でこれどうやって示すかっていうと、実際に書いてみるわけです。で、この絶対値。これの絶対値をちょっと見にくいですかね。はい。よっこいしょ。はい。少し前に出しましょう。で、これの絶対値を計算してみます。で、こっち側が何かっていうと、これが、f'z に当たってるものなんですね。はい。で、これ微分します。あ、違う。これ絶対値つけて計算します。そうするとちょうど h の絶対値になるはずです。やってみてください。はい。で、これは、h を0にすると0になりますので、なので OK なんです。はい。で、あとは例の 2.4 参照してください。
これ 2.4 例の 2.4 で、Z の N 乗にの微分は N×Z の N-1 乗になるよっていうことが定義に基づいて、例の 2.4 で説明されてます。あ、 2.7 ですね、すいません、 2.7 で説明されてます。でこれは、例の 2.7 では二項展開を使ってますので、二項展開使ってますので、小さいけど一応書いとくか。まあいいや。わかりますよね。これ二項展開。二項展開を使ってますので、ちょっとごちゃごちゃしてるけど、これ線引いて。ので、これは自分で見ておいてください。で、これで一応ですね、全体として、よっこいしょ。よいしょ。これで全体として、複素関数の微分に関する重要なことは、このホワイトボード1枚に全部まとめてみました。はい。で、ここら辺の 2.4 から 2.6 はですね、ほとんど、この中の、内容のほとんどは、どうするかっていうと、複素関数を、実部と虚部に分けます。そうすると、要するに、z イコール x プラス iy っていうことは、実部と虚部が x と y の関数なので、実部と虚部に分けます。そうすると x と y の関数なので、要するに複素平面に対応して二次元の xy 平面上の領域みたいなものを考えて、その xy 平面上の二変数関数に対する全微分と変微分の定理をガーッと並べてやるんです。そしてそれを使って証明ガーッとやっていくんです。はい。なので、この辺の話は基本的にはですね、実部と虚部に分けて、それぞれ実部と虚部が x と y の二変数関数だっていうことを使って、あとは変微分に対しての和の公式と、和の微分とか、積の微分とか、そういう、あるいは合成関数の微分の話とかを考えながらずっとですね、一つずつ成り立つかどうかを確かめていくと出てきます。で、2.4 だけはこれ、正則なら連続っていうのは、これは、二変数関数の、話、解析 A か解析 B で教わったときには、全微分可能なら連続っていう話があったと思います。全微分可能なら連続です。そして、二変数関数は X と Y に対して変動関数が存在して、その変動関数が、連続なら、やっぱりその領域で連続なら全微分可能っていう定理があったと思います。そのあたりの話を使って、こいつらは全部証明していくということになっています。はい。で、これで、ね、一応じゃあ微分全部話終わりという、今日は終わりになるかって違います。こっからがメインイベントです。この後ですね、今度、コーシー・リーマンの関係式っていうのをちょっと示してお見せします。これが、実際にはこのコーシー・リーマンの関係式を示すことによって、この辺の定理も全部ですね、そこから繋がって、さらに確実なものになっていくということがありますので、それでコーシー・リーマンの関係式っていうのをこの後説明していきたいと思います。はい。ただ、一応、微分という操作だけを考えると、これだけとに、これだ、この、今、このホワイトボードに書いたことを、まずはですね、理解して、いただければ、それでその後のいろんな、この後、複素積分とかやりますが、そっちの方の話は、に、つながっていくはずです。はい。このホワイトボード、一応ですね、自分でこれを教科書に書いてあることと見比べて、自分でノートまとめなんかをするといいんじゃない、さらに理解が深まると思いますので、ぜひお願いします。ここで一度切りたいと思います。はい。で、2分後に始めます。それでは再開します。ですね、今度は教科書のですね、62ページを見てください。62ページ。はい。こちらの方に、コーシー・リーマンの関係式というのが書いてあります。この話をこれからしていきたいと思います。はい。よろしいでしょうか。はい。コーシー・リーマンの関係式というやつ。これを話をしていきたいと思います。
はい。それでですね、今度はどうなるかっていうと、これまず消します。はい。よっこいしょ。で、これは生かしておきます。はい。それでですね、何やるかっていうと、ここから、まず、これからやるのは、素関数の微分に関する基本定理ということになります。皆さんが、解析の A、B で、教わった二変数関数の変微分と、それから変微分と全微分の関係。はい。そこの部分で言うと、何がこの定理に対応するかというと、基本的に、変動関数が、二変数関数だと、x と y に対して、変動関数が、存在して、それが連続であれば、全微分可能であるという定理があったと思います。はい。で、そして逆に言うと、全微分可能であれば、その関数は連続であるというようなお話があったと思います。はい。で、そのあたりの話、その定理をですね、一つにまとめたようなもんだと思ってください。はい。さっき違うこと言ったらいけないので、一応解析学の教科書でちょっと確認します。すいません。ですね、全微分可能であるとき、その関数は、x と y に対して変微分可能です。はい。そしてその関数は連続です。で、逆に、その二変数関数が、x と y に対して変微分可能で、しかもその変動関数が考えている領域で、連続なら、変微分可能で、しかも連続なら、その変動関数が連続なら、その関数そのものは全微分可能です。はい。その定理をここでま、複素関数に対してまとめたようなもんだと思います。で、しかもそれ以上にいろんな効能があります。で、教科書では定理の 2.2。としてまとめられています。はい。で、FZ が、複素平面上の、領域 D で、定義される。そして、はい、こんな風に U と V を置いてやります。で、これ、U と V は XY 平面上になるんですが、だから関係としてはこうやってリアルパートとイマジナリーパートがあります。で、Z 平面です。
でこの辺に原点あります。これとそれに対応してこの式の関係を XY 平面でとの、関係付けっていうふうに思ってもよくて XY 平面上でで、それでこの2つ、重ねたら絵が重なるようにとにかく領域 D っていうものがあってもちろん境界含まずですよ。でこっち側にも同じようにこういうふうに XY 平面としての領域 D っていうのがあってでこの2つは、単に表現 の, あの軸の表現の違いだけで、同じものと。となっていると。で、この2つはとにかく、行ったり来たりすると。で、その結合は x イコールリアルパートオブ z で、y イコールイマジナリーパートオブ z で結ばれているというような、そんな関係になっています。はい。ここまでよろしいでしょうか。で、この時に、まず、カッコ1。まず、U と V が X と Y に対して、偏微分可能。で、そして、だからこう書いたんです。が、D で連続D の2位の点で連続であるとで、カッコ2番で、コーシー・リーマンの関係式ってどんなものかっていうと、はい、というようなことになります。で、この2つのことが成り立つとどうなるかっていうと、何色で書こうかな、まあいいや。まず D でこの FZ が正則になります。そして B として成り立ちます、はい、逆に A が成り立てばつまり、その D で正則なら1,2,3 が成立ということになるわけです、はい、
これが、コーシー・リーマンの、関係式に基づく、有名な定理で、何度も言いますが、二変数関数でやった、変微分でやった、全微分可能ならばですね、変動関数が、存在し、連続であると。いうことと、変動関数が存在し、そして、関数そのものは連続であると。全微分可能ならね。で、逆に、その変動関数が、変動関数がちゃんと存在して、しかもそれが連続なら全微分可能であるということが、その定理が、この定理に、対応してます。はい。で、ちょっと、すいません。それで、これ、証明はですね、教科書でちょっと、端折ってしまったんですが、後で、証明は、書いて、それで、皆さんの、Google クラスルームの方に、後で上げておきます。はい。ということです。それで、今、チンチンとなってるのは何かっていうと、大関先生がなんかですね、なんか地のフォーラムかなんかでものすごい、大盛況だって、そのですね、連絡がですね、ショートメールで今入っていて、チンチンってなってるんですけども、はい。まあちょっと、それは喜ばしいことですが、ここではその話を聞いてるとですね、その話を聞いて、話をしてるとですね、木下先生の時間に食い込んでしまうので、またまたなんか、いろいろ、なってますが、気をそらさずに行きたいと思います。それでですね、これ、使い方だけちょっと説明していきます。例のですね、教科書の例の 2.8、まあなんかいろいろ、大関先生がいろいろ言ってきてますが、青木先生もなんかすごい喜んでいるとか書いてきてますね。はい。それで、教科書の62ページの 2.8、こちらの方でちょっと話していきたいと思います。で、ですね、指数関数は、これ、ここ X、これでちょっとこっちなんでしょうか、は、複素平面上の、無限点を除く任意の Z に対して、正則である。これが、要するに高校の数三で教わった指数関数のですね、微分、これが成り立つと、無限点以外では常に成り立つということ、これをこのコーシー・リーマンの関係式を使って、示してみたいと思います。でまず、U と V をちゃんと書きます。リアルパートエクスポネンシャル Z。これは指数関数の定義に従うと E の X 乗の、コサインの X となって、それで V のカッコの X コンマ Y は、イコールイマジナリーパートオブ Z。これが E の X 乗サインの、なんでしょうね。あ、まあいいや。ここ Y ですね。という風になるわけです。なぜかというと、E の Z 乗っていうのは、定義が E の X 乗かけるコサインの Y 足す I の E の X 乗のサインの Y になるからです。これから、これが出てくるわけです。はい。ですね。でもって、それで、これ、変微分するわけです。求まれば要するに変微分可能だっていうのはわかるわけで、で計算してみると、どうなるかっていうと、E の X 乗のコサインの Y。で、DU、DY が E の、X 乗の、マイナス E の X 乗の、サインの Y と。そして、
括弧となこうなって、これは x と y に関してプラス無限大からマイナス無限大の区間で連続であるということ。そしてもう一つは、これが2次元 XY 平面上の 2の X に対してこれが成り立つということになります。はい。でこの2つ、こっち側が括弧1でこっち側が括弧2になる。なのでここから何が得られるかというと、ここから何が得られるかというと、まず第一に、FZ は2の Z、まあ指数関数か、 FZ と書いてないですからね、指数関数はで正則、まあ、OK ですね。それからもう一つは、イコール となって、これで等関数が求まるんです。で、こいつもやっぱり ということです。で、そうするとあとはこれで指数関数の等関数が出てきました。で、2.9 は同様にして、69ページの問題2.5、2.6、これはログ z と z のアルファ乗の微分になってますので、こちらも参照してください。はい。であともう一つ、教科書の中で問いの 2.23 はぜひやってみてください。ロピタルの定理使うやつです。で、あとですね、問いの 2.22、 入ってるかな、はい、あ、すいません、問いの 2.22、 そこに調和関数って話が書いてあります。これ電磁気学で出てくる言葉ですので、
皆さん、この、問いの、調和関数っていう言葉が電磁気学で出てきたら、問いの 2.22 をちょっと見返してみてください。その時に、この教科書で。問いの 2.22 のところに問い、調和関数って話が書いてあります。これ、一応ですね、電磁気学でこの言葉出てくるはずですので、多分ですね、4攻めにならないと出てこないかもしれないですね。そのあたりで出てくると思いますので、その時に、ここに書いてあるんだと思って、問いの 2.22 を見返してみてください。まあ、一応大体ですね、これで、コーシー・リーマンの関係式にもまつわるところが終わりなんですが、はい、その上で、ここから先、大学院の入試レベルでよく出てくるような、ターゲットになるような問題について、ちょっとだけ、10分ぐらいで解説していきたいと思います。ちょっと一回これで切ります。1分後に再開します。はい。はい。それではですね、再開したいと思います。これで6月7日の今日の授業のですね、最後の部分になります。はい。ですね、問題は、例の 2.10、教科書の64ページ、65ページを開いてください。教科書の64ページ、65ページ。で、例の 2.10、そして問いの 2.19。よろしいですか？例の 2.10、問いの 2.19、問いの 2.20、そしてもう一つ。そして69ページの問題 2.7。もう一回言いますね。69ページの方の問題 2.7。このあたりが、大学院の、いわゆる国公立大学、どこの大学でも国公立大学で応用数学で、を大学院の入試に課している大学では、この辺、この4つの問題は大体ですね、大学院の入試問題を、のひな型になってます。これをひな型にしてどう変形するかっていうような形の問題がよく出てきます。はい。で、で、これ残しておくとできないので、まず下の方だけ消します。で、ここではですね、まあ、どちらかというと一番の計算の楽な、問いの 2.19 で説明していきます。で、これは多分課題にもなってたと思うので、今日の説明を聞いて、それをもとにして、やってみていただければいいんじゃないかと思います。で、FZ が、前提として FZ が2の ZC で、正則。で、そして実部。こいつが与えられていると。こいつが3倍の XY 軸ですね。というふうに与えられているというようなことです。で、XY と Y の関係はここに書いてあるとおりです。はい。で、そうすると、で、FZ を求める。で、分からないのは虚無なんですね。で、虚無を分からないです。ポイントは。で、これ求めなきゃいけない。で、コーシー・リーマンの関係式。はい。で、コーシー・リーマンの関係式 du dx イコール dv dy の方からどうなるかっていうと、こいつは3倍の x2 乗、マイナス x で二分して3倍のy2 乗イコール dvdy っていうふうに出るわけね、これ。はい。それからもう一つ、dudy イコールマイナスの dvdx。こちらから
どうなるかっていうと、マイナス6倍の xy イコールマイナスの dv dx と出てくるわけです。はい。ここまでよろしいでしょうか。よっこいしょと。少し近づけましょうね。はい。よろしいですか？ここまで。はい。それで、ここで、それぞれの式を、まあ、こうやってアスタリスク1つとアスタリスク2つにしておくわけです。で、どっちを先に、で、V の候補者をとにかく絞っていかなきゃいけなくて、で、こっちから考えていきます。で、こちらから考えて、これから、っていうのは、これは、これを不定積分してやればいいので、なので、こいつはどうなるかっていうと、6x、ここ両方マイナスついてるってことを、ここに、ここは両方にマイナスついてるっていうことに注意しながら書くと、ここはプラスで、それで、こうなって、今、x で積分するから、x で積分するから、6倍の x の、あ、違う、6倍じゃない。x を積分して2分のだから3倍の x2 乗 y が出る。はい。すいません。まあいいや。これでやっちゃおう。3倍の x2 乗 y。はい。足す、a カッコの、この場合は、x で不定積分して、x に対しては、定数なので、実は前のクラスですね、こっちやって、こっちで積分したんですよ。なので、今ちょっとビビってたんですが、まあいいでしょう。で、a は、これ、x で不定積、x での、不定積分のちょっと今日詳しく説明してみて、なんとか時間内に終わらせ、積分乗数、こいつは x での不定積分の積分定数なので y の関数ではあるわけです。ということです。はい。で、これを今度は、に代入するわけです。そうすると、どうなるかっていうと、3倍の x2 乗マイナス3倍の y2 乗、イコールで、こっち側が微分したやつはこう書かれますから、これでどうなるかっていうと、今度は y で微分ですから、3倍の x2 乗足す、というふうになるんです。で、この時点でこれは、なんで全微分に変わったかっていうと、これは、普通の乗微分に変わったかっていうと、これは y だけの関数なので、変微分にしといてもいいけども、結局は、全微分に変わりま、乗微分に変わりますよっていうようなことです。で、これ、x 次乗が消えます。これで、x 次乗が消えて、ここから、dy が、a カッコ y イコール、マイナス 3y 次乗なので、a カッコ y は、不定積分して、イコール、これでどうなるかというと、マイナス y3 乗足す c というふうになります。で、今度は、これ積分乗数は、今度は、y だけの関数になってますから、これは x にも y にもよらない定数になります。はい。で、ここまで出てきて、で、ちょっとこれ、汚いんですが、
そうよって、あでここまで出てきたので、なので V カッコの X コンマ Y っていうのはどうなるかっていうと、これ 3X2 乗 Y マイナス Y3 乗、足す C になるんです、これ、はい、でそれで、今は V を求めて終わりじゃないです、ここでやめたら70点です、ここでやめたら70点です、でそれで U プラス IV なのでですね、 X3 乗マイナス3倍の XY 次乗足す I カッコの、3X2 乗 Y マイナス Y3 乗足す C というふうにここから出てくるということです。はい。で、ここでやめたら80点です。ここでやめたら80点です。で、これを Z で表さないと最終的な答えになる。でこれどうなるかっていうと、つってもう20分ですね。もうすぐやめますからね。木下先生ごめんね。こういうふうに変形して、だから x たす iy カッコの3乗たす ic になって、ここ ic ですね。なって、イコール、z3 乗たす ic と、ここまで持ってこないと満点にならないということになります。はい。ちょっと待ってください。録画してる方がちょっと、切れてるので、ここまで持ってこないといけない。ちょっと切れる。V についてはこういうふうに求まって、それでそれを U プラス IV に入れて、そして、X プラス IY の3乗っていうふうにこれ変形できます。はい。で、なので Z3 乗プラス IC というところまで答えが出てくるということになるわけです。で、一応これで、問いの 2.19 の、説明になります。はい。ということです。で、他の、例の 2.10 とか、問いの 2.20 とか、あるいは問題の、問題の、2.7 は自分でやってみてください。はい。ということです。はい。また今日も1分ぐらい超過してしまいました。申し訳ありません。一応これで今日の、リアルタイム配信授業は終わりにします。第2章これで終わりです。次回は第3章の複素積分に入っていきたいと思います。はい、というわけです。ちょっとこれこういうふうに後ろに回して全体を見えるようにしてキャプチャーしやすいようにして、はい、でこっちもこうやってと、はい、ということで、これで今日は終わりにしたいと思います。はい、皆さんごきげんよう。